日本語コンテッペイ日本語コンテッペ子供と一緒に行ってます日本語コンテッペ,ンテッペの時間ですね皆さん元気ですか、えー、今日は犬と猿について犬と猫じゃなくて犬と猿はいはいはい、はいえー、日本語コンテッペの時間ですね皆さんワンワン元気ですか犬はワンワン猿はウキウキですね 日本語では変なオノマトペですねウキーウキー、はい。皆さんの言語ではどうですかはい。犬はグーとかガルーとかそういうのでしょウォウォウォウとかそういうのえー、猿は猿はどんなんですかウキーウキーって変ですよね日本語ではそうなんですね犬はワンワン猫はニャーニャー猿はウキーウキー えー、っとですねあのまあ僕の生徒さんたちはみんな頭がいい本当に僕よりみんな頭がいいはいで僕のどんな質問にも答えてくれる、ね、まるであの AI みたい、ね、まるであのチャット GPT みたいな感じでどんな質問にも答えてくれる。 チャット GPT はあの下ネタには全く答えてくれないんですけど僕の生徒さんの中には下ネタにも真面目に答えてくれる人もいるし、ねえー、もちろん下ネタだけじゃなくていろいろないろいろなもう答えのないようなものからあのバカバカしい質問まで答えてくれるんですよねみんなはい、まあ。もちろんそれが正しいこともあるし想像のこともあるんでちょっとあの分かりません。 正しいいかかかどうかは分からないでもね僕がこういう質問したある人にあの猿って頭がいいじゃないですかだけどあのどうして人間は猿をペットにしないんですかねという話ね猿とかチンパンジーってすごい頭がいいでしょ頭がいいんだったらまあ一緒に住むことができるはずですよね。 まあもちろんそのチンパンジーやサルをペットにしてる人もいるかもしれないけどねまあ一般的には犬とか猫の方が多いでしょどうして猿じゃないんですかって聞いたらまあその生徒さんは「まあサルはちょっと頭が良すぎるんじゃないですか?」と言ったんです。で僕はいや頭がいいのはいいでしょって言ったら「うんまあでも頭が良すぎてやっぱりこう悪いこともするんじゃないですか?」 みたいなそう彼女が言うには、まあ、女の人ね彼女が言うには猿は頭が良すぎるから悪いことをする、ね、いいこともするかもしれないけどやっぱり悪いこともするいたずらとかね隠したりとか嘘をついたりとかで犬はそこまであの頭がよくないまあまあそのチンパンジーほどはねあの 良くないからまあちょうどいいぐらいにあの人のことを待ったりニコ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 人のことを待ったりとかあの結構単純でねその優しい単純だから優しいし単純だからあのニコニコしてるし単純だから嬉しいし何かその少しその単純さシンプルな感じね怒ったりするけどまあその。 とととかか怒怒るとずっと怒ってますからね多分一度なんかこうなんかこうまあ喧嘩みたいなことをすると多分それから例えばね僕が猿を飼っててちょっと猿に意地悪をね僕がした場合猿はそのリベンジを考えるでしょうね。で多分僕が寝ている間になんか多分僕の。 なんかこう頭のなんか髪の中にこう虫を入れたりとかねあのもしかしたらこうおしっこをつけたりとかねなんか,なんかするかもしれない犬ははそんななことはししいでしょ犬だったら多分「ごめんね」とか言ってこうよしよししたら「うんうんうん」みたいな感じであのすぐにまた友達に戻ったりまあ猫もそうですよねいや猫はちょっとわかんないな猫って結構不思議ですよね猫はなんか頭がいいのか悪いのかわからない なんかいろいろなことを考えてそうでちょっとあの目とかねニヤーというあの目ねあの目を見るとなんかいろいろなことを考えてそうなちょっと分かりませんまあ僕は犬は飼ったことあるんでわかるんですけど結構シンプルですまあとにかく猿は頭が良すぎて悪いこともするね嘘をついたり妬んだりリベンジを企んだりなんか人間みたいですね はい、いわゆる人間も頭はいいんですけどまあやっぱり悪いこともしますよね人間っていいことだけじゃなくてね悪いこともだからいわゆる頭が良くなるってことはこれいいのかな悪いのかなっていう考えになりますね頭がいいというのは幸せなのかなとまあ僕には分かりません僕は頭は良くないからね でも僕よりももっともっともっと頭がいい人たちっていうのは幸せななのかなと思うんですね。それに僕よりもっともっと頭が悪い人まあ頭が悪いって言ったらちょっと失礼なんで、まあ、単純な人ね単純な人例えば美味しい食べ物を食べれば嬉しい人っているでしょで、まあ、もちろん僕も美味しい食べ物を食べるのは嬉しいんですけど例えばねアイスクリームを食べたら嬉しいですよね僕は。 もうすべて大なんかべてケ、OK、ーみたいなもうべての問題が忘れてしまったもうアイスクリームが美味しすぎてもうそれ以上もう何も求めないそんなことにはなりませんねちょっとエアコンうるさいなはいあのアイスクリームを食べてもやっぱり問題は続くしあのアイスクリームを食べてもまあもっともっともっとなんかこう 考えなきゃいけないことがある。ね、それはアイスクリームは解決にはならない。ね、ちょっとエアコンうるさいですね、今日。はい。そうそう。だから、まあ、例えばね、犬とか。まあ、まあ、いつも犬の。犬がバカだと言ってるわけじゃないけど。まあ。僕の犬ね、例えば、僕の犬。あの。まあ、なんか。ご飯をあげて。なんか、食べてると思う、なんか、全部大丈夫みたいな。はい、ああ、美味しい、美味しい、美味しいって、食べて。食べたら。 嬉しいみたいなもう尻尾が尻尾を振りながらうれしかった美味しかったありがとうみたいな感じですよね本当にでもまあ人間はまあまあそういう人もいるけど少なくとも僕は美味しいものを食べてもまあ十分じゃないはい美味しいものを食べると嬉しいですよ嬉しいけど食べた後にはあいやでも税金のことをやんなきゃなみたいなね このタックスのいろいろなことをやらなければいけないなんかこうアイスクリームを食べてそのことを忘れられたのは本当にあの5分ぐらいね5分5分もないなもう2分ぐらいね2分間ぐらいちょっとアイスのことだけを考えたアイスクリームのことだけを2分ぐらい考えたけど2分後にははあ、やんなきゃなみたいなそんな感じですよねまあ終わりましたけどねもうそのことは終わったけど。 やっぱり色々考えるで,しょでまあ例えばねああ仕事を探さなければいけないみたいな人いるでしょでまあ仕事が見つかりますよねいつか仕事が見つかってああよかったじゃあここで問題はもうないですかっていうといやもちろん次の問題が出てくるんですよねまあ仕事は見つかったけどなんかもっといいポジションに就きたいとか まあ頭がいい、まあ、ある意味ね頭がいいのでまああの次次次ねあの一つ何かが欲しいでもそれを手に入れると他の何かが欲しいとかもっといいものが欲しいとかやっぱりそういうふうにこう幸せというのがあのもっともっとこう高くなる、ね、もっともっとこう高いレベルのえー 目標とかね、その達成感ですよね、アチーブメントを求めるんですね。なんか今なんか昼ご飯食べたらもうもう何もしなくていいとか、晩ご飯食べられたからもう十分だとかそんなことじゃないんですよね。まあそういう人もいるけど、まあまあそういう人は本当に幸せだなと思うけど、まあでもやっぱり食べるだけとかえ住むだけとか。 服そその寒ささががななないいいとか暑さがないそれは十分じゃないですよねやっぱり自分なりたい自分になりたいとか、えー、なんかもっといい自分になりたいとか、まあ、そういう向上心があるしそして自分のことがまあ,ある程度ね満足できるとやっぱりこう社会、ね、もっといい社会を作るためにはどうした,らどうした方がいいかとか自分にできることあるかなとか。 そうういことしてまあ人間は全然満足しないもっともっともっとと思うそれが人間をこう人間たちをですね私たちの社会を発展させてきたもっともっといい社会と思って便利になってきたただですよここでも問題があるんですよねやっぱりもっと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 って言ってもやっぱり疲れてしまいますよね例えばねこういうのがある あの近所にそば屋とかあるでしょそば屋まあ普通の安いそば屋ですよねでもいや十分ですよ安いそば屋はいいですよでも例えばあのグーグルとかねインターネットの,そのレーティングあるでしょランキングみたいなねこ,のここのそば屋は星3つみたいなで星5つのそば屋とかがあるんですよね他のエリアに別にそのコンピートする必要ないはずなのに やっぱりもっともっといいものっていうふうにみんな求めるでしょカフェとかもそうですよねカフェっていろんなコンセプトがあるでしょローカルの普通のカフェ安いコーヒーをまあ安く出しているようなカフェでもあのスペシャリティコーヒーを出しているようなカフェもあるでしょでほ本当はね全然違うリーグというか違うマーケットなのに、まあ、インターネットの世界では あのレーティングあってランキングあってじゃあスペシャリティコーヒーのおしゃれなヒップなスペシャリティコーヒーのカフェが、えー、もっと良くてでこのローカカルのカフェはまあまままああみたいになりますよね、まあ、でもそこもインターネットではコンピートしますからでたくさんの人たちは、まあ、お,おいしいその、まあ、スペシャリティコーヒーを飲んでうんうまいでローカルのカフェに行ってうんまずいみたいに言うんですよ。 だからみんなはあのもっと頑張ってもっともっといいものを作らなければいけないみたいなねそれぞれにはそれぞれの役割があるでしょ、えー。とても高いスペシャリティコーヒーを売るお店もあっていいしまあローカルの、まあ、安くて早いみたいなねコーヒーを出すお店もあっていいはずなんですねそもそも人間だってそうでしょ。みんなが このなんかハリウッドというかあのよく香水のコマーシャルあるでしょあのパフュームのコマーシャルねテレビコマーシャルとかでまあそもそも、まあ綺麗な人を使うんですけどその綺麗な人を、まあ、完璧にメイクアップしてそして完璧にフォトショップみたいなことをしてもうほとんど本当の普通の人間じゃないみたいなあの肌 <laughs> もうあ スムーズな肌になるじゃないですか。そんな人間は本当はいないんですよ。赤ちゃんぐらいね。あの僕の子供が赤ちゃんの時、綺麗な肌をしたね、し,してるなーと本当に人形みたいなね思ったけど、まあ、大人になるともちろんそんなことはないでしょ。でもテレビコマーシャルを見るとなんか40歳ぐらいの女優がもうなんか赤ちゃんみたいな肌ね、もうシャイニーなね、なんかこうスパークリングというか。 もう神様の美しさみたいな、まあ、神様というかなんかその人間じゃないみたいなねそれぐらいなんか光ってたりしてねパッといろんなあのコンピューターのエフェクトもついてなんか光ってるんですよもう髪が降りてきたみたいなねそれは嘘ですからねそれは完全に嘘、ね、だけど人々はそれを見てああ私もあんな肌になりたいここの商品を買,買えば このメイクアップコスメティックス買えばあの私もこういうふうになれるかしらとかね男の人は男の人でもうなんかすごい筋肉ねもう筋肉がもう綺麗いなもう筋肉でもあれ嘘ですからねまあ嘘というかまあやっぱりあのコマーシャルテレビコマーシャルのためにかなりなんかこうなんか光を当てたり影をつけたりして肌もなんかつる テツルツルテカテカみたいなちょっとオイリーでなんかなんかもう毛,毛がないですよね。本当の人間だから普通はは毛毛ががあるはずななんですけど毛が見えないねファンデーションを塗ってしかもオイリーでオイリーでサラサラついなんかパウダーでなんかこう何て言うの人間じゃないみたいな肌になってるんですよね。でそういうのを見てうわーかっこいい俺もあんな風になりたい思う人いるんですよ。 まあ何が言いたいかというとまあ次から次にああなりたいこうなりたいもっ,もっと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 みんながスーパーマンスーパーウォーマンになりたいそれはちょっと疲れないいですかとも思います。かも思まだからやっぱりみんなある程度犬になって、えー、もう食べるものがあればいいとかもう公園で走り回って気持ちいいとかまあそれぐらいの考えもある程度は大事ですよね。 どっちがいいいとはジジャッでできないですねやっぱりアイスクリーム食べるだけで毎日わあ私は幸せもうこれ以上何もいらないそれも問題だけどもっともっともっと私はスーパーウォーマンになりたいもっともっともっと僕はスーパーマンになりたいグレートリーダーになりたいグレートハズバンドになりたいグレートボイフレンドグレートダディもうすべてパーフェクトパーフェクトサンね例えば僕はあのもう 完璧な完璧な夫であり完璧な父であり完璧な両親にとっての息子であり完璧な先生であり完璧なネイバーであり近所の人であり完璧な日本人であり何ですか完璧な日本人完璧な地球人であり完璧もうそんなことは無理でしょ完璧な見た目でありセックスシンボルでありまあまあそれだけはねアチーブしてる。 かもしれなないですよ、ねはい、そうなんですすねねそうんみんな気が付いてないかもしれないですけど僕はいろんなことにあの自信がないんですよ本当は日本語の先生でもまあ僕よりいい先生は多分たくさんいるしあの夫ですよね夫としても僕よりいいあの旦那さんっていうのは多分たくさんいるし父親としてもあんまり自信がない僕よりもっといいお父さんってたくさんいる気がする。 日本人としてもちょっと僕は問題があるねやっぱり <laughs> あのー、いろいろなことは自信ないけどセックスシンボルだけはちょっと自信があるなというわけで終わりがいいですねえー、皆さん楽しかったでしょうか <laughs> それではチャオチャオアストリゴまたねまたねまたね